かりと最後までやってほしいですね。阿部だ、阿部、森も上がってきている。阿部がドリブル、阿部かわしていく、阿部だ、そしてあっとヘディング、決めたのはマラニョンか。マラニョンだ、川野からマラニョン。いや、福岡オフサイドはありません。スペースを狙ってさ、マラニョンが入ってくる。マラニョン、マラニョン倒れてファウルはない。マラニョンまだある。マラニョン、ゴールキーパーいない、シュートに来た。一度プレーが止まりましたが続行して、ついに待望の得点。いけるかどうか、ドリブルで突破していって、ここから一人かわして、一人かわしてクロス上げてシュート決まった。ゴール川野からマラニョンですかね。川野のドリブル突破がいきました。どちらがキープするか。中盤ねじめ、差し上がり抜けた、マラニョンチャンス、ここからかわしてシュート、ゴール決まった。マラニョン先制。手元の時計で前半の11分か。今日2点目なるかどうか。ゴールキーパー南、痛いね。マラニョン今日2点目ことができる。キックオフが投入されています。ベルディ小林幸、サイドを変える、いいボールです。さあ飯尾、ここからアイデアを出せるか。マラニョン追いつきました、東京ヴェルディ。大事であるドリブル突破をどんどん見せていきたいという話をゲーム前にしていました。さあここはうまく突破をした阿部、中央、マラニョンシュート、ゴール。フリーになっていました。マラニョンが今季7ゴール目で先制はヴェルディ。セカンドボール阿部、もう一度奪い返してヴェルディ、3駅小林、オーバーラップ森、使わず小林、中へカットイン、左足こぼれてきた、マラニョン。オフサイドではないんですね今ね。先制ヴェルディ後半11分。前半後です、まもなく前半の40分、残り5分になります。まだ0対0。ベルディがさあチャンスを作る、マラニョン前、決まった。ワンチャンスものにしました、東京ヴェルディ。これが2試合ぶりの出場ということになります。またスペースでボールを受けるマラニョン、中を見ながらのドリブル、マラニョン縦に突破して、しクロスボールシュート、逆転に成功しました、東京ヴェルディ。またっていますキム・ミンケ倒れるが、ここはファールはない。ヴェルディ沢口のカットですが、いいを拾う、マラニョンが走り出す、そのマラニョン、マラニョン飛び込んでシュート、決まりました、3点目。川野が決めて、まあ、前半残り時間少ないですから。そうです、あーっとここもマラニョン奪った。マラニョンキーパーとの1対1でシュートに行くか、送って決まった、小林21番が福岡、ここもフリーですよね。佐伯、さあスペースにボールが出た、マラニョン盛り返した、阿部拓真、阿部拓真6点目が入りました。とかけて左サイドにスルーパスを出していきます。いきなり仕掛けました。さあそして中田に近いところを預けた、福岡カットイン、マラニョン拾った、マラニョン折り返してシュート、いきなり1点返したヴェルディ。前の方の選手のゴールっていうのもこうチームを勢いづかせますから、そうですよね、見たいですよね。さあ森田、マラニョンを狙ったボール、マラニョンだ、ミドルシュートを打っていく、こぼれた、どうだ、押し込めるか。さあチャンスだ、マラニョンゴール前、合わない。前半上げた得点が川野今シーズンの初ゴールでした。マラニョンが行くエリアの中、中にボールが入ってくる、はチャンスになりそうだ。ヴェルディ左で起点を作ります。今日はマラニョンが先発です。中に折り返してくる、
この立ち上がり重要ですよね。そうですね。川野ですが、ここはしっかりとつないでいきます。水戸、西岡から縦へつけたところを奪って、さあチャンスになるマラニョン。マラニョンシュート、いや決定的です。得点につながったのかもしれません。さあここはマラニョンが行く。マラニョンまだキープする。左サイドバック、おっと打っていった。今取りに行くぞって思った時のその、ああこれはチャンスになるか。マラニョン、ゴールキーパーで1対1が、マラニョン、マラニョンシュートへ。いやここは奪われると危険です。さあマラニョン前を向いた。マラニョン1人かわした。マラニョンシュートに来た。もう一度マラニョン、マラニョンうまくターンした。マラニョン、マラニョンさあ1人で抜け出した。マラニョン3度目のチャンス、これもゴールキーパー村尾。福田から縦へのボール、こういったラフなボールをマラニョンが今日はよくマイボールにしています。ここもまたマラニョン、マラニョンかわしていく。マラニョン、マラニョンへいいボールが出た。中には菊岡も飛び込んでくる。さあマラニョンどこへ入れるか。マラニョンかわした。さあ決定的だ。マラニョン折り返して、まだこぼれています。ボレーシュート、小林右足。札幌戦ではセットプレーから集中を変えて失点しました。さあセンターバック上がっている。ハゲと誰か、ヘディングシュート、萩原奪い返した。ベルディ、さあ逆に今度は長い距離、マラニョンが走っている。マラニョン、マラニョン、マラニョン、シュート、あれ行かない、行かない、行かない。結局のなかったベルディにいきなりビッグチャンスが訪れたんですけれども、決めることはできませんでした。マラニョンカットイン、マラニョンシュートに来た。てしまうと逆にね、思い切ったプレーできないですからね。さあこれも裏を取ったマラニョン、逆サイドには小林も来ている。マラニョン切り返す。マラニョンシュートに来た。水谷まだこぼれている。川野まだあります。マラニョンディアゴのところにいい形でボールが入らない。今夜のベルディア、今夜のファジアーノ。マラニョン、マラニョン、マラニョン、マラニョン左足。マキがどういったプレーを見せるか。まだボールをタッチしていない、オフサイドはない。マラニョン出た、キーパー出たところ、ここでディフェンダーもよく戻っていました。切り返す。ここで取られるとちょっと危険ですけれども、なんとか残します。さあマラニョン、マラニョン中を中を向いて、マラニョンシュートに来た。今度は右を使う森裕介。森カットインして左足のクロス、ファーのマラニョンヘディング、外側のサイドネットを揺らしました。ガンサという、これはマラニョンにいいボールが出ます。マラニョンフィニッシュで終わりたい。ベルディ、マラニョンかわす。マラニョンシュートか。いや最後は阿部拓磨か。まだあります。阿部でしたか。さあ狭いレンジで隅田が突破を試みようとしました。マラニョンこの辺り非常にうまい。さあマラニョンが右に左にかわしてシュート。どううまくその正確にね、相手ゴールまで、ダイレクトプレーをしていくか。はい、マラニョンが入ってくるチャンスだ。シュート、やり直します。左から中谷、マラニョンを使う。さあマラニョン折り返していく。こぼれてきた。作り上げてフィニッシュまで持っていく。さあ右サイドでチャンスを作ったのは東京ヴェルディ。中に4人入っている。マラニョン、マラニョンシュートに行った。しっかりと佐藤が対応しています。山下さん、はい、分かりました。足をひねったということで途中出場マラニョン、前半の途中でしたが、そのマラニョンのゴールが前半決まりました。そのマラニョンにつながった。マラニョン左足シュートに行った。わずかにポストの左でした。さあパスをつないでいきます。アポジ、マラニョン、これはシュート性のボール。ああこぼれている。こぼしましたね今ね。フリーダ、長木クロスが入る。ああ土屋、あと大井が滑ってしまった。マラニョン、マラニョン1対1、遠藤かわす。マラニョンがいった。マラニョン